それでは今回お世話になりましたクモンパークさんご紹介させていただこうと思います。入り口を入ってすぐにですねこちらですね、はい、受付となっております。ホームページにもねあるようなこの集まれクモンパークというこの入り口があります。オーナーさんいらっしゃらない場合はねなんか電話つながってるこっちの筋の方って回してこっちで電話つながってる、はい、パーク内はねこんな感じになってます。今回私たちが泊まったのはこの RV サイトのF になります。ここはねすぐにコンビニであったりとか今回食べたね焼肉の肉の東原さんが、ね、すぐここにありますんでねかなり便利な場所となってます。その他ですね、フリーサイトであったり、駐車場であったりと結構ね広めのスペースになってます。ずっと置いたらねこのベルテントも中見てないんですけどかなり綺麗でした。この施設の中 Wi-Fi もありますんでパスワード入れてね利用してください。受付の前にはねなんかこの謎の重機のおもちゃが置いてあるんで1回300円ということなんでね興味のある方いらっしゃいましたら利用してみてください。私はちなみに使ってません。このね重機のおもちゃの横にたぬきちくんとおさこちゃんコーナーそのグドゥードゥードゥの皆さんがいらっしゃいます。一般の駐車場コーナーのお向かいがフリースペースになってましてこちら利用する場合も RV パック利用の方は無料ということでここだけ使いたい方1日800円とか買いなのかな。小さいお子様用の遊具も揃ってます。このフリースペースの横にですねシンクあります。こちらお湯もちゃんと出ました。この一番左側のやつお湯出ました。あと水が2つとで洗剤とスポンジも完備されてます。でそのシンク曲がるとですねこちらバーカウンターになってまして昨日私たち利用はしてないんですけれども夜この前でバーベキューされてる方もいらっしゃいました。でメニューの中にはねキャベツ畑さんというお店のメニューも載ってるんでひょっとしたらね宅配してくれるのかもしれないですね。飲み物は全てワンコイン500円となってます。バーカウンターの横にお手洗いと奥にシャワーがあってシャワーは利用する方だけが使えるように鍵がかかってます。トイレは男子トイレ2つと女子トイレ2つとここで靴を脱いで中に入るようになっているので中はとても綺麗です。洗濯機と乾燥機があって洗面台がついています。レンタルスペースですね。受付の時にレンタル品ありますかと聞いてくださるんでもしバーベキューコンロであったりとかテーブルであったりとか借りたい方はこちらで借りてください。ちなみにこの RV パークはタープを張ったりテーブル椅子置いてバーベキュー焚き火なども楽しめる至れり尽くせりの RV パークとなってますのでねいらっしゃる際は持ってきた方が得やと思います。いろいろ楽しめますのでね車の横のスペースにですねこうやってセッティングできますのでいろいろね対応できると思います。で今回ね私たちが使わせていただいた RV パークはあそこずらっと ABCDEFGH まであります。今回は3台だけやったんで広々使うことができました。この私たちが使ってる H サイトからこっちですね行くとすぐ出れるようになっててですねそこ曲がったらコンビニエンスストアでそっち行くと肉の東原さん昨日ねお肉買ったお店があります。かなり便利な施設やと思います。こんな感じです。結構広いですねやっぱりね結構街中にバンとある RV パークなんですけれども道一本外れてて夜はそんなにね交通量も多くなくなったらちょっと動物とかも歩いてるような感じの場所なので利用される方少ない場合は結構静かに過ごせると思います。またねちょっとこの季節これから夏になってくるので少し暑いかもしれませんが涼しい時期暖かい時期であれば装備を持たずにでも泊まれる施設やと思います。ほとんど揃ってますんでね。ただ真夏はちょっと本気のキャンピングカーでエアコンとかがないとしんどいかもしれないですね。以上です。ありがとうございました。じゃあ引き